こんにちは、有馬かおるです。今回もご視聴くださいましてありがとうございます。感謝しています。今回の心を解放してセルフイメージを変えるカウンセリングは、依存症についてお伝えしたいと思います。依存症というと様々な依存があります。で、例を挙げると買い物依存、それから薬物依存、アルコールとかも、そうですね、薬物ではないですけどそういったものに入るかもしれません。それから、占いとかカウンセリング依存っていうのもあります。それから今はネット依存ね、結局スマホとかパソコンをずっと見続けるという、あれも一種の依存になると思います。で、挙げたら本当にキリがないんですけれども、人はやっぱ何かに依存しやすい、もともとね多分そういうものなんですけれども、でやっぱそういうものにあまりにも依存しすぎていると、ちょっとの病的な方に行ってしまいますよね。ただ考えてみると、そういう特別な方だけが依存症ではなくて、私たちもほとんどの人が依存症だと言ってもいいと思います。で、なぜかというと、例えば会社に勤めている方多いと思うんですけど、パートとかアルバイトも同じです。会社に依存しています。会社からお給料をもらうことで生活をしているということになるので、自分の生活を会社に依存している、もしくは援助、国から援助を受けていたりする人に、こういう人も国に依存しています。それから家族やパートナーに依存する人もいます。だから一種の限られたものだけが依存ではないんですね。依存症と呼ぶか呼ばないかだけで、ほとんどの人はやっぱり依存を、何かに依存して生きています。それは頼るというより、依存の方に入るんだと思います。で、いつね、私たちが特殊な限られた依存をする、さっき言った買い物依存とかね、薬物依存とかになる可能性って誰にでもあります。なのでそれはもう本当に特別ではない、誰もがなってもおかしくないものですね。で、このね、依存、じゃあ依存しない方がいいかというと、もちろん依存しなくていいんだったら依存しない方がいいんですけれども、なんでそこの依存をしてしまうかっていう原因を考えずに、ただ依存をするのは良くないから、依存を減らしなさいとかやめなさいとか、そういうことじゃ問題は解決しないんですね。結局無理に力ずくで依存をやめさせようとか自分でやめようとしても、結局問題の根本的なものは解決されてないんですよ。何も買い物依存の人が物が欲しいから買うわけではないですよね。結局買うことによって何か違うものを得たい、違うものを埋めたい、でそこから来てるのに、ただ買い物をしすぎてはいけないからやめなさい、でカードを取り上げてお金を取り上げて買い物ができないようにしても、買い物はできないかもしれませんけど、結局根本が何も改善されてないので、また何か他のものに依存してしまうんですよね。それが薬物だったり、ネット依存になるかもしれませんけど、とにかく他のものが変わっても他のものに依存するので、依存自体は変わらないんですよ。で、依存症の人って心が弱い人がなるもんだっていうふうに一般的に思われがちなんですけれども、そうではないんです。奥深いところにはその人の闇っていうのがあるんですよね。傷ついた心だったり、満たされない思いだったり、SOS だったり、
で、それが依存症という形になって、表に出てる、行動に出てる、目に見える形で出てるだけであって、何もその行為自体を禁止したからって、解決するものではないんですね。だから依存症の方がいらっしゃる、まあ、家族にいらっしゃるとか、もしくは自分が依存症だな、大体依存症の方って分かってます。自分でなんか依存してるな、自分はこれに依存してるなっていうのはね、大体分かってらっしゃるんですよ。分かってるんだけどもやめられないんですね。なんでかというと、その下に隠されているものが自分で気づいてないからなんです。ただ出てきてる依存の症状、そこだけを見て、これをやめたい、これは社会的に困ることだし、みんなに迷惑がかかることだし、できればそのしたくない、本当はしなくていいんだったらしたくないのにっていう思いがあるから、なんとかこの上の依存症だけをやめたいと思ってるんですけど、周りもそうです、やめさせたい。でも奥底にあるものには誰も気づいてないんですね。だから依存が止まらないんです。このね、下の部分がなくなれば依存はしなくなります。興味が湧かなくなります。買い物なんて普通に他の人と同じようにあれが欲しいなと思ってたまに買いに行く程度でいいんです。薬物もそう、それからパソコンとかもそうですね、ネット依存、それからカウンセリング占いとか、ああいうものにも頼らずに自分で何でも物事は決めれるようになります。その下の部分を見ないからですね。で、何が隠されているのか、そこに何が自分にとって必要なのか、これをまずははっきりさせることなんですけど、自分一人で例えば考えて、考えてね、分かるんだったらいいと思います。あ、これだったんだな、自分はこれが原因で依存してたんだっていうことで、自然に依存しなくなることもできますけども、ほとんどの場合はその下の部分ってわからないんですよ。だから上の部分の症状が止まらずに、それに悩んで、それをどうやったら改善できるかなっていうふうにみんなで悩んでるんですけど、違うんですよね。下のこの原因、これをどうにかして、どうにかするには原因がわからないといけない。その原因を知るためには自分一人では無理だったら、カウンセラーでもいいですし、本当に信頼できる人、そういうアドバイスができる人、そういう方に相談をして、自分が何が原因で依存をしているのかっていうのをまずはっきりさせることです。そしてその改善策を、考えていくことですね。だからやっぱりその第三者から見ると、分かるんですよ。分かる方は分かります。だからあなたがこう依存症になってるのはおそらくこうだと思いますよ。そしてここのところをね、改善していくには、この依存症を改善していくには、ここをきちんとケアしてあげることが大切ですよと。これはきちんとね、そういうのが分かってる方じゃないとできないことですけど、そういう方にきちんと教えてもらうことです。自分で分からないんですから。で、それをしない限りは、いくら依存症を治そう、依存をやめようと自分の意思で、それから他の人がただやめなさいやめなさいとやめさせようとしても、一向に良くなることはありません。だって依存症って、SOS のことが多いんですよね。だからやっぱりそこの下の部分はね、はっきりさせて見ないといけませんね。ということで、身近にね、そういう信頼できる方とか、アドバイスちゃんとできるような方がいらっしゃったら、すぐにその方に相談してみる、もしくは、カウンセリングを受けてみるとか、そういうふうになさった方がいいと思います。はい。ということで、以上になりますけど、今回は、
依存症ね、この依存症の原因、それから改善についてお話をさせていただきましたので、もし当てはまる方がいらっしゃれば、ぜひね、まずその下の部分っていうのを、原因をね、探してみてください。探すためには相談をしてみてくださいということです。はい、最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。有馬薫でした。それではまた。